はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はハラバイ巡査が加わったな。ハラバイ巡査がなんか、まあ、今書かれてるけどさ、その視察した疑いを持たれるって感じで、まあ、留置所に行ったわけよ。で、留置所に行ったハラバイ巡査と話して、で、またちょっと情報をつかんで、まあ、またこのガントさんに会ったり、でザイアモン巡査と話したりとかして、まあ、ちょっと進展したかなっていう。で、前回手に入れたのは、まあ、この2つ。このもう何がヒントになるかも分かんないような、まあ、ID 書き直してるのはちょっとまあヒントだけど、これと、あとはこれ、その事件当日証拠監視に入った人の記録で、これをまたもっと詳しくするために今から調査していこうかなって感じかな。やっていこうか。とりあえずどうしようかな。あ、いないかな。あ、いないな。なんかとりあえずこのなんか、この ID カードの番号が分かるような人に見せなきゃみたいな見せたいなみたいな感じで前回終わったんだけど、終わったから、その糸の子さんか局長どっちかに見せようかなと思ってたんだけど、今んとこ多分いないから行くわ。あそこに、なんだっけ、証拠監視か。で、証拠監視多分結構言ってもあるんじゃないかなと思うんだよな。やってこうか。お、物騒だね。あ、でもそうだよね。保管室ってそんなやっぱそうだよな。見れないよな、普通に。もっとなんか証拠品がバラバラバラっていっぱいあるかなと思ったけどさ。まあそら、丁重にしまわれてるわな。静かだな。捜査は終わってるみたいだ。証拠監視か。ほんとお墓みたいですね。お墓というより死体置き場だよ。このムード。ここ怖がらせようとしても無駄ですからね。お、ちょうどよくいたな、お前。キャーほー、ちょうどよくお前見せるとこだと見せたかったんだよ、お前に。ちょうど。ごめんなさい、悪霊かと思ったんです。悪霊にいきなりビンタはどうかと思うっす。とにかく、ほんとっすね、さっきの話は。僕さ、そんなね、ケチな男じゃないわけ。まあ、貸してくれたもんね、ID カード。ほんとですよ。監督局長殿が、お世話も貸してくれる。この自分が頼んでも。そっちですか。今日は自分、捜査班長を任命されていたっす。一日だけですか。一日班長さんですね。しかし、これからは、あんたが一日班長っす。嬉しくない響きだな。とりあえずこれ、持っておくといいっす。あ、いいじゃん。さあ、いつもの、上メンズか上メンズ、わかんないけど。調べてこいって話なんだけど、話なんだけどさ。もうこの、あれ、動画終わったらさ、もう、記憶、あれなんだよ。忘れてんのよ。一日班長さんなんですよね、刑事さん。そうっすよ。名誉な任務っす。なんせ警察局内で発生した殺人事件っすからね。それにしては一人ぼっちじゃないですか。他の人たちは。昨日の捜査をもとに明日の法廷の準備をしてるっす。つまり今日も外されてるのか、捜査班から。でも自分めげないっす。担当捜査官の座をもぎ取ってこの時期を眠らせてみせるっす。自分の証拠監護に。糸の子さんの看護もあるんですか、ここに。心って意味だろう。察しろよ。糸の子さんの心ってことじゃないの。あ、そりゃそうっす。自分は刑事っすからね。あんの、本当に。あるんだ。ごめん、心かと思ったわ。自分にしか開けられない保管庫をバッチリもらってるっす。自分にしか開けられない。あ、じゃあそれあれじゃん。あれじゃないの。
忠次さんがしか開けられないやつじゃないの。自分は御剣賢者を信じているっす。何があっても。そういえば今左門会に出頭してるそうですね。今日の発展の失態について責任を追及されてるはずっす。そうですか。こいつは運命というやつかもしれないっす。御剣賢者はまだあの事件から逃れることはできないっす。あの事件、あれ聞いてないっすか？ SL 急行事件っすよ。御剣賢者にとってはあれが始まりだったっす。もう少し詳しく聞き出せないかな。てかさ、 DL65 事件があれだよな。確か御剣が子供の頃のあのお父さんが亡くなった事件だよな。SLQ はあれなのかな、三剣が初めて検事したとかなのかな。ここは見た目以上にハイテクっすからね。保管庫はそれぞれの捜査官しか開けられないようになってるっす。めちゃくちゃハイテクじゃん。この ID カードを使うんですか？ ID カードはなくすことがあるっすからね。自分今年に入ってからもう3枚目っす。年過ぎです。まあそんな自分でも右手を落とすことはできないっすから。右手、あ、指紋ですか？そうっす、保管庫は指紋によるロックで守られているっす。おいと、いやなんかめちゃくちゃいっぱい情報あんだけど、こここっち側のページめちゃくちゃ怪しいな。いろんなところが。自分が切られるのはあの保管庫だけっす。もうそんなすごい仕掛けがあるようには見えませんね。さすが最新型っす。ちゃんと取っ手に秘密があるっす。取っ手、裏にセンサーがついてるっす。登録されてない指紋だと電気ショックですね。そんなことされたら自分毎日が黒焦げっす。とにかくパッと見た感じがあまりに自然な仕掛けなので、捜査官の中には指紋のロックを知らない連中もいるみたいっすね。あ、だからこの指紋のロックをあの腹ばいさんが知らないんだ。そういうことでしょ。なんだっけ、御剣と SL の関係って言ってたよな。何このアップ何このドアップ。御剣と SL の関係系をなんか提示しろみたいな話だよな。持ってるんすよ。これでいいかな。辰式刑事のメモとこの飛び出しナイフ。きっと一番驚いたのは御剣賢治だったっす。 SL95 事件ですか。2年前、御剣賢治が初めて扱った大きな事件っす。賢治の実力を世間に見せつけた最初の事件だったっすよ。でもその証拠品がなぜ今になって。やっぱりまだあの事件は片がついていない。そういうことっすかね。何このふわっと終わってんの。あ、終わってないか。ふわっと終わったわけじゃないか。かなり凶悪な事件だったらしいっす。凶悪というと殺人事件ですか。連続殺人事件っす。連続、扱いたくないな、そんな恐ろしい事件。犯人はミスを犯して御剣賢治が立件に成功したっす。それが今から2年前のことだったんですね。御剣賢治は名を挙げて同時に黒い疑惑に包まれたっす。証拠品の捏造か。一昨日の申し送りで完全に肩がつくはずだったっす。結局それが最後の仕事になっちまったっすね。正しき刑事の。え、どういうことですか。SL95 事件の担当捜査官は被害者の正しき道夫だったっす。だから正しきが自分の保管庫っていうか、まあ自分の保管庫が SL95 関連だから、正しくはちゃんと指紋で開けたんだな。 ID カードなかったけど。でも ID カードないとあれ入れないよな。多分入れないんじゃないのかなって思うんだけど、この部屋自体に。
じゃあ、あの飛び出しナイフは、被害者自身が証拠監獄から取り出したものなのか。あとこれも見てほしいんだよな、糸の子さんに。これ見ていただけますか。事件当日この現場に入った人の ID なんですけど。あ、噂は聞いてるっす。事件の時間に保管室に入ったのはやっぱり正しい。どうしたんですか。ここの2番目の番号。まさか糸の子刑事の ID ですか。三剣賢治。え、三剣の番号何番なの、教えてよ。なんか語呂合わせなんていうのかな。ってわけでも777が気になるんだけど、普通に。え、この2番目の番号は三剣賢治のものっす。あ、これどんどん増えていくんだ。じゃあ名前が三剣がなぜ保管室に進んだな。これで終わりかな。でも他ないよな別に。他、まあ、関係ないもんな特に。一旦帰るか。じゃあ、あーとか調べよう。忘れてたわ。あ、大きなガラクタが積み上げられてますよ。これは車のドアだね。ドアのフレームに手錠がついてますよ。逮捕した怪盗に逃げられたのかな。こっちはあれですね、現場検証用の人型。額をきれいに打ち抜かれてるな。なるほど、さんも打ち抜かれないように気をつけてくださいね。気をつけます。何かはみ出してるね。本当だデザインかと思ったけど、確かによく見たらめちゃくちゃはみ出てんじゃん。シャツかな、何かの証拠品でしょうか。糸の子刑事ですかこれ。人をだらしないやつみたいに言わないでほしいっす。自分の保管庫はそこじゃないっすから。とはいえ、おそらくこれは最近開けられた保管庫っすね。どうしてわかるんですか。こんな風にしたら証拠品が傷むっすからね。周りの巡査がチェックして担当の捜査官が注意されるっす。まったくうるさくてかなわないっす。この子刑事さん、いつも注意されてるみたいですね。きっとコートの下ではシャツがズボンからはみ出てるんだろうね。陰口なら聞こえないとこでやってほしいっす。かわいそう。一個一個見れんの、まさかこれ。ちょっとめんどくさいな。あ、これは一緒かな。この中にパンパンに詰まっているわけですね、夢と証拠品が。夢はどうかと思うけどね。えい、わかんない。そりゃそうだろうな。まあ最新式のセキュリティで守られているっすからね。一緒か。オッケー。これはなんかごまごまとした機械がホコリをかぶってるね。かわいそうなほどボロッチ釣り竿があります。ちょっと今糸の子さん入っちゃったな、ミスった。お、コイキングするぞ。コイキング、あ、それ自分のっす。変わらず使ったことないっす。あれ、これどこかで見たよな。あれじゃん、今に至る前のあの三剣を守った裁判で使ったやつじゃん。ネッシー捜索秘密兵器。あ、それ金属探知機っすよ。俺ひょうたんこの事件を解決に導いた。ああ懐かしいですね。そしてこれは見たことないですね。あ、それ電波探知機っす。近い将来何らかの事件を解決に導くかもしれないっす。このチャチな箱が人間と機械は見た目じゃない、真心っす。これでとりあえず終わりかな。こっち側、こっち側は情報量すごいんだよな。てかさっき開いてたじゃんここ。おいどういうことだよ。さっき開いてたし写真あったじゃん。どうした急に。
まあまあ左側がいっか。じゃあ これは血痕かすれてますけど明らかに手の跡です。吹き消そうとして残ってしまったみたいだな。なるほどさん、この部屋他にも血痕が残っているかもしれません。お、来ましたね。あの薬を使ってよく調べた方がいいな。違う、聞けよそれも一応。糸の子さんに使おうか。吹きつける。いくぞ。お、ちゃんと出る。すご。ちゃんとリズム塗りたいからね、こういう時は。てか、なくね？あ、めちゃくちゃ血だまりじゃん。でこれ血だまりじゃん。普通にかなり出血があったみたいだ。こんなの初めて見るぞ。どうもなすか糸の子刑事、僕素人ですから。青白い血っすか。私刑事はもしかしたら宇宙人だったっすか。やっぱり事件はこの保管室で起こったんですね。さすがさ、説明してやるよそれぐらいは。一応情熱に書き込んでおこうか。自分の推理はほったらかしっすか。伝えてやれよお前らも。一応見ようか。あ、やっぱりこれって右手の跡ですね。ナイスと。どうしたんですか。これこの保管庫よりによって自分の巣。刑事さんあんた、自分が倒された時はちゃんと証言してほしいっす。憎めないやつだったと。これは重要な手がかりだ。上面図に書き込んでおこう。警察は信用できないっす。よろしく証言頼んだっすよ。刑事さんが言わないでください。これぐらいかな。多分ないよな。ペンキも怪しいけどな。なんでここにペンキあんのって話だしな。こんなもんか。あとは、じゃあ調べようか。まあいっぱいあるけどな、怪しいとこ。なんでこんなところにペンキとノコギリが。昔から、芸術はいつも迫害との戦いだったっす。糸の子さんのやつかな。じゃあ血数、そういえばこのペンキ水色と黄色ですね。もしかしてここで生まれたんですか、太陽くん。まあ自分にとってはアトリエみたいなものっすね。いいのか。まあアトリエ感覚で使っていい場所ではないよな。まあ静かでやりやすいとは思うけど、作業は。こんなところに手袋が片っぽだけ。あ、証拠品じゃん。糸の子刑事ですかこれ。人をガリアみたいに言わないでほしいっす。そいつも例の事件の証拠品っすね。 SL95 事件ですか。確かにタグがついてるな。これは派手に割れたみたいですね。何か大きなものが。糸の子刑事ですかこれ。かわいそう、とりあえず言っとこうみたいな。人をいたずらっ子みたいに言わないでほしいっす。これら例の事件の証拠品みたいっすね。例の事件、 SL95 事件っす。かけらの一枚に小さなシールが。ああ、 SL95 事件の証拠品が出てきたか。まあまあ調べるっしょ。このかけらはもともとはどんな形だったのかな。ちょっと試してみましょうか。実際に作ってみて。はっ、素人には無理っす。なぜこの自分が3時間かけても歯が立たなかったっすからね。こんなこともあると思って糊を持ち歩いてますからね。早いな、出来上がんの。どうやらこれがそこだ。組み立ててみよう。あ、作んの。なんか新しい。何これ。え、
え、むず。え、むずくない？普通にその機能。ちょっと待って。回んなくなったんだけど、てか、普通に。え、これ普通に時間かかりそう。あ、でも弾かれんじゃん。あれ、これ破片がヒントになってんのかな？ギザギザが。あ、これじゃん。お、いいね。あ、これで順番に組み立てていくんだ。オッケーオッケー。これだったらすぐ終わるかな。ね、どれだ？あ、これっすね。え、これ。これだよな。こうして。違う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 。こうかな？ OK。で、あ、これじゃん。で、ちょっと出っ張ってる感じのクワガタ。どれだ？じゃ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 、どれだろうな。あ、これじゃん。都合がいいな。その一部出っ張りがあるやつは。じゃ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 。あ、これじゃん。で、先が尖ってるやつだろ。あ、これじゃん。で、丸いやつだから、じゃ、こうこうこう。え、違う。あ、違うな。あ、じゃあこいつじゃん。これじゃん。これか？あ、これか。で、ラスト。こうか。完成。あ、最後の、最後に1ピースないよ。あ、あれ？一応できたみたいだけど、足りないみたいですね、かけら。自分もそこまでなら2分っす。問題はそこからっすね。かけら盗まれたんでしょうか？それとも最初から足りなかったのかな？それにしても、見ていて不安になるほど不安定な壺っすね。デザインもなんか独創的だよな。割れて当然みたいなふてぶてしさを感じます。かけらがたい。ワンピースも、ワンピース求めず、ワンピース。あと、じゃあ、え、なんかまだ調べられるんだけど、なんで。さすがありますね。一つはなぜかけらが足りないのか、そしてもう一つはちょっと不安定すぎます。そりゃ割れますよ。今度壺を作ることがあったら気をつける。そう、職人視点なの。ここだけ空いてる。インジケーターがついたままです。そこが正しき刑事の証拠頑固っす。被害者のお頑固。何ですか、開けっぱなしで。ちょっと閉めちゃうと開けるのが大変っすから。中身は空。さすがにどこかへ移されたようだ。なくないな、もう終わったくない？普通に提示するもないしな、別に。突きつけるものもないよな。だって、あ、指紋が一致しない限り開けることはできないっす。開けることができたら50円払うっす。警察にも絶対の自信はない模様と。現に事件が起こった時、保管庫を開けた正しき刑事が同じ時間に検事局で死体になったわけっすからね。進まないと終われないな。壺見れんのかな。見れんじゃん。あ、でもなんもねえな。あ、そこあるんじゃん、そこ。穴開いてる。あれ、ここ底がありませんよ。ほんとだ、これじゃあ、どっちが下かわかりませんね。いやいや、それよりそもそも底がなかったら、これ何に使うんだろう。
しれないツボですね。いや、それを聞きたいわけじゃないんだけど別に。どうしようかな。まあとりあえず一旦終わるか。何かしら見つけたらまあそこから始めようかな。じゃあちょっとこの後ちょっとやってみて、なんか始まったらそこでセーブしてやめるわ。まあいいや、今回終わるわ。じゃあ、あ、出した。いや、終わろうと思ったんだけど、まあいろいろやってたわけよ。いろいろやってたら、まあ冷静に考えたら、なんていうの、左半分の方さ、まだスプレーしてなかったなと思ってさ、ちょっとやってみたらさ、出てきたの。出てきたし、これ次回さ、やるときさ、俺これ、一番最初にできるかって考えたらちょっとなんか微妙だなと思って、また無駄に時間使うかなと思ったから、この数分だけ入れるわ、足すわ。 こんなところに反応が。犯人が普通に逃げたとしたらこんなところを触るはずがない。何か重要な手がかりになる、そう考えるべきだ。あんたすげえ薬持ってるっす。あ、これですか。ルミノール試薬って言うんですよ。どこで、一体どこで売ってるっすか。え、自分も買うっす。局長に5000円借りて買ってくるっす。どこで売ってるのこれ。さあ、私いつも通信販売で買ってますから、とりあえず上面図に書き込んでおこう。あ、これ終わった。ここできるわ。ごめんね、マジで数分なんだけど、まあ、ここで切れば次回からわかるから、ごめん、じゃあ断るわ。じゃあ改めてあざした。